皆さん、こんにちは。S&P500 って本当に素晴らしい指数だと思うんですけども、中にはちょっとこの指数の辛お汚しな企業もいたりしませんか例えばですけども、メタとか、アドビとか、最近ね、古典版にやられちゃってますよね。まあ、決して悪い企業ってわけではないんですけどね。今回は S&P500 よりもさらに厳選したダウジョーンズインダストリアルアベレージ、こちらについてご紹介していきたいと思います。有名な指数なんで、もう皆さんもご存知かもしれませんけども、 改めて、この指数、どんな成績なのか、特に、去年の下落相場どんなパフォーマンスだったのかっていうところを見ていきたいと思います。まあ、そもそもですね、この、ダウ工業株30種平均、30名柄で構成されていて、米国を代表するクオリティの高い企業が選ばれると言われております。実際、採用されている企業っていうのは、収益力がめちゃくちゃあったり、成長性も非常に高い、有名かつ、まだまだ伸びていく、そんな企業は結構含まれておりまして、 採用されている銘柄っていうのは別名ブルーチップとも呼ばれてます。なんでブルーチップって呼ばれてるかというと、まあ諸説あるんですけども、ポーカーでかけるチップの最高額っていうのが青色だったから、それとか牛の品評会で有料の査定を受けた牛が青色の布をつけられたから、なんていう説がありますけれども、まあ投資の業界ではですね、超優秀な企業の代名詞として使われております。実際、じゃあダウに構成されている30の企業、 簡単に見ていきましょう。アップルですとか、クレジットカードのアメリカンエクスプレス、重機関係のキャタピラーですとか、エネルギー関係のシェブロン、ゴールドマン、サックス、ホームデポ、IBM、ハイトーのジョンソン、N、ジョンソンやコカ・コーラ、マクドナルド、マイクロソフト、ベライゾンなんていう感じで、まあ、名だたる企業、合コンで持てる企業トップ30、そんな感じですね。ただ、 これらの30銘柄っていうのは、もうずっと王者として君臨してるんじゃなくて、結構ですね、今までも、染みどろの争いを繰り広げてきております。例えば、2008年にはアルトリアグループが除外になってますし、2009年には金融関係のシティグループ、2013年はバンクオブアメリカが外れておりますし、2015年は AT&T が除外されております。それの代わりに入ってきてる企業というのも、こんな風に、結構ですね、毎年ってわけではないんですけども、 何年かに一度、弾かれたり、新しく採用されたりっていう感じになっております。今まで最も長かったのが、1928年から継続採用されたエクソンモービルなんですけども、現在では除外されておりまして、今、採用されている中で最も古くから入っている企業っていうのは、P、P&G で1932年からということで、90年間のフル株になります。そして、この指数の特徴として有名なのが、時価総額過重平均ではなくて、株価平均という 算出方向になっておりますなんだこりゃっていう話なんですけども、はい。例えばここに A 株、B 株、C 株という3つの企業があったとしましょう。それぞれの時価総額と現在の市場での株価がこんな感じになっております。例えば、有名指数 S&P3 というようなですね、指数があったとしましょう。これ時価総額過重平均で算出される指数の場合、A のウェイトっていうのは50%、B が37.5、そして C が12.5となりまして、 時価総額の多いものの方がウェイトが高くなるというような算出方法です。多分多くの ETF とかっていうのはこんな感じで算出されてるんですけど、ダウの場合はこの時価総額ではなくて市場で取引されている株価、これがですね、重要になってきまして、このダウ3種の場合ですと、こんな感じのウェイトになります。実は一番ウェイトが高いのは株価が高い B になります。いわゆるネガサ株の方がウェイトが高くなる。逆に ペニー株などが仮にですね、採用されていたらそっちの方がかなりウェイトは低くなってくるっていうような特徴があります。うーん、そうなんだ、ぐらいにしかね、思わないかもしれませんけども、これはですね、意外とちょっと注意しておく必要があるような算出方法でして、何かと言いますと、株式分割の影響を諸に受けるような指数なんです。株式分割、たまにですね、有名企業を分割するってなると話題になるんですけど、最近ですと、アップルが4対1の株式分割を行いました。 こうなると、市場で今まで、例えば400ドルで取引されていたものが、4対1の分割を行うと、100ドルで取引されるようになりまして、ラウの指数の中でも、ウェイトが一気に下がってしまいます。結果、この時の株式分割では、ラウの算出方式によって、IT セクターのウェイトが27.6%から20.3%まで大きく下がったと。そんなことがありました。え、ちょっとそれじゃあ株式分割起こったら怖いじゃんと思うかもしれませんけど、まあ、そこについてはですね、この、 ダウ指数を算出している S&P ダウジョーンズインデックス社しっかりと考えてくれておりましてこの発表があった後にですねダウは採用銘柄もガラッと変えておりますそれがさっき言った3銘柄を除外しているっていうやつですねこんな風なですねちょっと S&P500 などとは経路の違う算出方法をしている指数なんですけどもじゃあそれが S&P500 に比べてどうだったのか実際の数字を見ていきたいと思います今回は比較としてダウに連動する ETF、DIA についての通知を見ていきたいと思うんですけども、まずこの ETF が誕生した1998年から見てみますと、なんとトータルリターンでですね、SP500 よりも30%ぐらいパフォーマンス上回ってるんですね。ということで、この長いスパン、20年超えでは DAO の勝利、続いて直近1年ではこんな感じで DAO の方が10%近くリターンが良かったというような結果になっております。そして 2000年の IT バブル崩壊のタイミング。まあ、切り取る期間がですね、定義がちょっと難しいんですけども、1年間で見ると、ダウがマイナスの12%、S&P500 がマイナス22%ということで、こちらも10%ぐらいダウの方が優秀でした。そしてリーマンショック。これも1年間で見てみると、ダウがマイナスの7.6%に、S&P500 がマイナスの14%ぐらいということで、6.5%ぐらいダウの方が優秀な成績でした。 ただ、コロナショックのタイミングですと、この1年間ではダウがプラスの12.5%で、S&P500 がプラスの18%ということで、こちらについては S&P500 の勝利という感じになっております。まあ、こんな風に切り取る期間によっても若干数値は変わってきますけれども、不況局面では比較的 S&P500 よりも強い数字を出している、そんな傾向が出ておりました。なんでかなっていうと、やっぱり、 この DAO に採用されている企業っていうのは業績がしっかりとしている。そして業局面でも必要とされる。ある意味生活必需品な企業っていうのが多いんじゃないかなというところが一つ要因に挙げられると思います。まあ、こんなですね、過去の成績も決して悪くない DAO。実際じゃあどうやって日本の投資家は投資していくべきなのか。代表例として DAO へ投資できる DIA という ETF があります。これが SPDR d ウジ Jones Industrial Average ETF というもので、ステートストリート社。 SPYD の運用会社が、そんな ETF を運用しておりまして、預かり資産は290億ドル。経費率0.16%ということで、ちょっとですね、インデックスとして見ると少し高いですけども、まあぶっ飛んだ高さではないですね。利回りとしては1.89%。まあインデックスとしてはやや高めというところですかね。増配率が10年で6.81%ということで、高配当 ETF ではないのに比較的高いっていうところです。そして、 分配頻度が毎月っていうところは一つの魅力だと思います。ただ、毎月の分配金の推移はこんな感じになっております。なんかちょっとボコボコしてますよね。こんな風に、1、4、7、10という1プラス3の倍数月っていうのは分配金額が少なくなってくる傾向があります。これは多分構成している銘柄の影響がかなり大きいんだと思うんですけども、 うん、これを聞くとなんか毎月配当と言えどもちょっと魅力かけるなと思う人。もしもそんな人がいるなら、過去にダウから弾かれていった、悔しい思いをしたバンクオブアメリカ、そしてエクソンモービル、これらの銘柄は14710月に分配金出る、比較的配当も高めの企業なんで、こういう銘柄で補ってみるのも一つ面白いかもしれません。さて、この ETF、当然ですね、ダウの指数に連動する形なんで、 構成銘柄のウェイトとしては上位がユナイテッドヘルスグループゴールドマンサックスホームデポマクドナルドっていう感じになっておりますユナイテッドヘルスグループで現在ウェイトが9.5%というところセクターウェイトを S&P500 と比べてみました右に伸びてる方が DIA で多いセクター右に伸びてるものが S&P500 で多いセクターになりまして S&P500 に比べると情報技術セクターが少なく資本財セクターが多いっていう感じになっておりますただ多いと言っても 10%を下回ってますんで、そこまでぶっ飛んだ多さっていう感じではないですね。S&P500 かなりですね、テクノロジー関係のウェイトは高いんで、DAO はある意味そこの調整ができていて、僕は結構このセクターウェイトとしては気に入っております。そしてさっきも言ったように DIA は市場で取引されている株価でウェイトが決まってくるんですけども、その他にも EDOW という ETF があります。これファーストトラストの DAO30 種均等ウェイト ETF ということで、 その名の通りですね、各銘柄のウェイトが均等になっているような ETF があったり、もう一つ DJD というものがあります。これ、999扱っているインベスコ社の ETF なんですけども、ダウジョーンズインダストリアルアベレージディビデンド ETF ということで、ディビデンドと聞くとね、ちょっとピクッと反応しちゃいますけど、これは、利回りが高い順にウェイトが高くなる、そんな ETF になってきます。なかなか面白そうだなっていうところで、実際上位がどんな感じかと言いますと、 EDOW は、セールスフォースナイキボーイングなど続いておりますけども、まあ基本的には3.5%前後という感じのウェイトになっておりまして、ほぼ差がありません。一方で DJD については、1番が d a 続いてベライゾン、IBM ということで、本当にですね、今買っても5%超えてくるような、超魅力的な、そんな銘柄が上位を占めているような ETF になってきます。ただただ、 この二つ残念ながらですね、日本じゃ買うことができないんです。じゃあなんで紹介したんだよって話になっちゃいますけども。ま、ダウについてはですね、30銘柄しかないんで、最悪この ETF 気に入ったら自分でもちょっと購入して自作することも可能です。そしてもう一つ、最強指数ダウを使った配当戦略を紹介させてください。世界的にも有名なこの戦略。 多分ご存知の方もいるかもしれませんけれども、それがダウの犬と呼ばれる投資戦略です。S&P500 にも負けない、ダウ、これを上回る年もあったりというような後輩投資戦略で、後輩投資が大好きな人には、ぜひ一度チェックしていただきたい投資手法になります。手法は簡単でして、年初にダウの30銘柄のうち、利回り上位10銘柄に均等投資を行います。1年後に再度30銘柄をスクリーニングして、 また、利回り上位10名柄を出します。この時に、今持っている10名柄のうち、ランク外のものを売却、ランク入りのものを購入するっていうような戦略になってきます。じゃあ実際、これらのリターン、去年2022年どうだったかっていうと、S&P500 がマイナスの18.2%、ダ 18. ウがマイナス7%に対して、ダウの犬はプラスの2.2%という脅威のリターンを叩き出しました。実際、このダウの犬のですね、 リターンっていうのは結構世界的にも検証しているホームページ多くこのように2020年からの年率リターンで言うとダウの犬のリターンがこれぐらいに対してなんと S&P500 とか通常のダウ指数っていうのは緑色がダウの犬のリターンなんと S&P500 ですとかダウよりもリターンが高いというような結果が得られておりますその他にもですね海外ではダウの子犬 X なんていう特殊な 投資手法も検証されておりまして、これだったら年率が12%ぐらいという脅威のリターンになってますね。実際10年間で指数で比べてみると、ちょっと S&P500 より劣ってくるかなっていう結果になっておりました。以上から2020年以降、i d バブルとかリーマンショック、こういった大きな暴落を含んだデータになると S&P500 に勝利をしてくるダウの犬。一方で2013年以降の比較的株高だった時期については S&P500 に敗北してしまうというような結果でした。 切り取る期間次第ですけども、比較的暴落時にも安定して配当を取っていきたい。そういう投資スタイルの人にとっては、ダウの犬戦略っていうのはかなり魅力的なものだと僕思っております。ただやっぱり購入時に手数料かかったりとか、株価が上がって利回りが下がったら、銘柄売るときに利益も税金で取られちゃうよねっていうのでちょっと毛嫌いする人多いんですよね。そういったところについてですね、僕はこの新ニーサ制度、これがダウの犬となかなか相性いいんじゃないかなと思っております。 新ニーサ制度では積み立て枠と成長投資枠の2つがありまして、成長投資枠は最大1200万円まで投資することができます。仮になんですけども、積み立て投資枠、これを今までの積み立てニーサと同じように年間40万円で15年間積み立てするとしましょう。残りの成長投資枠、どんな風に使っていくのかっていうところでダウの犬戦略を用いるんですけども、ご自身の入金力に合わせて毎年10銘柄を均等に買っていくと。 そして毎年、利回り、買い銘柄っていうのを入れ替えを行うという形で戦略を取っていきます。ただ、この成長投資枠っていうのは、年間240万円しか投資することはできません。例えばなんですけども、1年目、24万円分を10銘柄購入して、2年目は24万円かける入れ替え銘柄数購入をして、そして残りの年間購入枠で10銘柄均等にさらに購入をしていくっていう形で、ダウンのように戦略を取っていきます。 これをすることでどんなメリットがあるのかっていうと、ダウの犬戦略では売却時にどうしてもキャピタルゲイン税がかかっていたんですけども、これがまずゼロになる。そして購入による手数料っていうのも証券会社では基本的にゼロになっております。また配当にかかる税金もゼロになってくるっていうところで、かなりですね、ニーサのメリットを生かすことができるかと思います。ただ一点だけ注意点としては、売却時だけ0.495%の手数料がかかってしまいます。ただこれについては、個別株で 投資をしているんで ETF にかかってくる経費率がかからないということを考えればまあ、少しコストかかりますけども十分無視できるようなものだと思います30銘柄しかないっていうところを結構不安に思われる方がいらっしゃるんですよねこれについては僕の個人的な意見としては正直なところ相関係数が大きい比較的ですね相関性の高い銘柄だったら銘柄数そんな30だろうと100だろうとそこまで分散効果は変わらないですよっていうところですね実際 2000年の IT バブルの時でも S&P500 の方が大きく下がってますし、これぐらいの銘柄数っていうのはダウ自体も構成銘柄結構分散させてますんで、その点はですね、あまり心配ないかなと思っております。特にダウはセクターバランスはもちろんのこと、個別銘柄30銘柄も財務健全性も非常に高く、人によっては永久保有してもおかしくないような銘柄ばっかりが採用されてますんで、30銘柄といえどもそのリスクは比較的小さいと思っております。 こんな優秀30銘柄以外にも永久に持っておきたい銘柄を紹介してくれる特別レポートを2023年朝活頑張ろうの会会長の僕から宣伝させてください。オックスフォードクラブが提供している無料メールバがこれに登録するとなんと永久に持っておきたい6つの後輩東米豪株っていうのがわかる特別レポートを入手することができます。 この特別レポート自体もすごい有益なものなんですけども、それ以上に僕が推したいのは、この無料メールマガ。メールアドレスここに貼り付けていただくだけでいいんですけども、毎日日常生活と絡めた投資の話題。こういうことがあるから投資していきましょうね。こういうことがあるから大配当っていいんだよね。そんなですね、投資を頑張っていくためのモチベーションとか、改めて、 なぜ投資をしなきゃいけないのかっていうところを勉強させてくれるような、すごい面白いメールマガジンになってます。内容もそんな長くなく2、3分なんで、朝の通勤時間とかでも簡単にチェックできます。よろしければ、概要欄のリンクから、ぜひ登録していただければと思います。ということで、今回は、米国最強指数、ダウ工業株30種平均についてのご紹介でした。少数精鋭の有料銘柄指数になってます。算出方法ちょっと独特ですけれども、 行事に S&P500 に勝利してきたというような、そんな実績のある指数。さらに非常に高いパフォーマンスさしているダウの犬という投資手法もあります。ニーサ枠をうまく活用してみて、後配当戦略として用いることも可能なんで、ぜひ一度、成長投資枠の銘柄選定の際の参考にぜひ活用してみてください。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。